どうも、ウルサイトです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、こちらの樽がブラックニッカクリア入れてから約1週間経ったんでね、そのレビューをしていきたいなと思います。仕込んだ日付がここにシールで貼ってるんですけど、3月1日ですね。で、今日3月7日の土曜日なんで、まあ約1週間ぐらい経ってるかなと思います。ちょっと失礼。今もう入ってるんですけど、早速、ブラックニッカクリアを入れていきたいなと思います。実はですね、ここから液体入れるんですけど、ここは空気の通り道になってるんで、ここだけひねっても、液体が出ないことがあります。なので、そういう時はこっちを開けてあげるといいですね。で、色味とかはこんな感じですかね。まあちょっと感覚的にはあんまりわかんないですけど、で、視聴者の方から、なんだろうな、こう、最初のファーストフィルというか、使いたての頃はちょっとね、味がこう、あんまり良くないよっていうのをいただいたんですけど、すいません、僕も全部入れちゃったんで、後戻りできないんですけど、まあいっかみたいな感じですね。まあブラックニッカもね、こんな高いお酒ではないんで、で、一応この状態で、飲んでみましょうか。確かにね、すごいなんか樽香っていうかね、なんか嫌な感じはちょっとあるんですよね。まあ、とはいえ、アルコールの角は取れてってるかなとは思います。で、まあ、ただ香りがですね、なんかこの樽の、なんか、出来たてほやほやみたいな香りが、悪い意味でついちゃって、そこね、ちょっと、っていうところですね。まあ一応3ヶ月くらいはね、寝かし続けようかなと思ってるんで、まあその時最終的にどうなるかっていう感じですかね。それを見て、総評はまたしたいなと思います。で、今これ風呂場なんで、いつもなんか、普通に風呂場で、場所がないんで撮ってること多かったんですけど、まあ、今日は、ね、入りながらなんで、こうやって、このグラスあるじゃないですか、これ入れると、ふかふか浮くんですよ。こんな感じで。これで、見えますかね？なんか、今気づいたんですけど、これでホットウイスキーができちゃうじゃんっていう感じなんですよね。ウイスキーって温めると香りが開くじゃないですか。だからよく、こうやって手で温めながら、まあ、空気と触れさせたりとかしながら飲む人いると思うんですけど、僕なんかは結構やってるんですけど、なんかこういう、日本酒だとよくあるのか、こういうなんかとっくり浮かべてみたいな。ウイスキーのこのグラスでも実はできますよっていう、なんか今日気づいたんですけど、意外とおすすめです。で、ちょっと温めると、まあ、やっぱ香りは変わんないですね。うん。まあでも本当にアルコールの角は取れてきて飲みやすくなってるのかなとは思います。で、今、樽をね、この風呂場に持ち込んでるんですけど、いつもあそこに置いてあるわけじゃないんで、まあそこは、なんていうか、ご了承くださいみたいな。さすがにここにずっと置いてあるとなんかカビちゃう気がするんで、まあ今日ちょっと撮影用に置いてあるんですけど。なんか、最近すげえコロナウイルスが流行ってるじゃないですか。なんかニュースとかどこでも。で、僕アニメジャパンにコスプレしていこうと思ったんですけど、なんかアニメジャパン中止になっちゃって、うげーって感じなんですけどね。だからなんかもう痩せるのとかちょっとどうでもよくなっちゃって、逆にちょっと1キロぐらい増えたかもしれないです。まあでも4月にまたニコニコ超会議ってあるじゃないですか。そっちは中止じゃなければいこうと思ってるんで、まあ、やっぱ減量は最終的にはしないといけないなって感じなんですけど、なんか目的もないのに痩せるのって辛いよねみたいな。この日イベント参加するから痩せるとか、なんかね、そういう目標があればいいんですけどね、なんかなんとなく痩せるって結構辛いですよね。
ボクシングの選手とかでもこう試合の日とかが決まっててそこに向けて減量とかならわかるんですけど、減量もねそんななんか常日頃からやってるのもあんまり体にも良くないと思いますし、まあそんな感じなんですけどね、あまり太りすぎると戻すのが大変なんで、まあここらにしとこうかなと思います。あんまり太るのはね。はい、まあそんな感じでね、ブラックニッカー抜かせてから1週間後の動画っていうことで今日はお届けしました。まあ、ちょっとアルコールの角は取れてるかなっていう気はするんですけど、やっぱりあの樽入れたばっかり最初の酒ってこともあって、ちょっとねなんか樽の嫌な感じが視聴者の方から教えてもらった通りに映っちゃってるかなって感じがします。まあ、ただ今後改善してくるとは思うんで、もっともちろんね本当に1回しか使えないつもりでこっちも買ってるわけじゃないんで、長期的に使っていって最終的にこの商品の、おすすめかどうかっていうのを、判断して皆さんにも引き続きお伝えしていこうかなと思うので、よかったらねチャンネル登録してもらってフォローしてもらえると嬉しいです。それではウルサイトでした。また。